はい、ウェブサイトをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。サウンドプロジェクトです。ソワンです。マリです。アクターです。はい、ということで、本日発表になりました。はい、待望の、自分で言っちゃった待望の、待望ですよ。世界のメディシも待望ですからね。待望ですよ、待ち望んだんですよ。皆さんの声があってね、作ることができました。はい、タイトルを、じゃあ、手前さんとアクターさんの方から半分ずつお願いします。はい、旋律静かな願いと調律その脈動に通る、はい、はい、というこの2つの作品ですね。リリース、はい、することが決定になりました。ありがとうございます。どうですか、手応えは。アクタさん、手応えはすごく、前作に続いて感情は何だろう、爆発したような感じがします。私はそうですね、なんか前回と繋いでいる曲もあるし、うん、そうですね、まあ、サインという曲もそうなんですけど、うん、そこからそのサインの僕が書いた歌詞をさらに手前さんが、手前さんが広げていただく、読み解いていただいて、また別の、別というかですね、まあ、対を成したような、対を成したような、そうなんですね、重なって、重なってるんですよ、積み上がってって感じじゃない。そういうものを、なんかプロジェクトじゃなきゃできないですよね。そうだね、うんうん、楽しみなんですよ。やっぱボーカリストが2人いる強みというか、うん、そうなんだね。なんか俺はね、はい、もう2人の歌詞を知ってるんで、はい、いや面白いですよ。やっぱりもうリハ入った時に不思議って言ってましたもんね先にウィズ・アクタのサインがあって、それを僕が改めて聞いて、歌詞を僕なりにアクタ君が書いたものを再解釈してっていう感じで作られて、でその後にこちらでリハをウィズ手前の方でリハ書いてるので、ね、不思議だなって開口一番に不思議すごいってスコアさんが作ったんですよこの世界を。そうです違います。創造心ですからね。いや、まあやりたいって言ったのはあれですけど、はい、ただここまでこうなんか100描いてたものが1000ぐらいになって2人から帰ってきたんで、よかったです、うん、なんかこのプロジェクトの本当に本質というかですね、うん、やっぱり2人のボーカリストとして様々 あのプレイヤーが、なんだったらプレイヤーがこう関わってくれることによって、ソワさんがイメージしているものが無限にこう広がっていくというか、そう、うん、音楽自体の楽しみ方じゃないかな、本質じゃないかなと思いますね、うん、本当にいい作品ができました、はい、そしてウィズ・アクタの方はですね、調律その脈動に通るの方はですね、今回もまた、しゅんちゃんがですね、ギターを弾いてくれて、素敵なイケてるシャウトをね、はい、はい、またバリバリ入れてくれてるのと、あと今回 K が参加してるとはレコーディングにもいつもね、ライブであいつもねこう男らしくかっこよく弾いてくれてるんですが、またね今回、作品、音源作品という形で、一緒に手を取り、こうやってね音源化することができました。でベースは、ラッコのアイビーが一生懸命、忙しい合間を縫って弾いてくれてます、はい、本当に、アイビーもね、なんか上から言うわけじゃないんですけど、どんどん成長してってるなと。それが、自分のセカンドミニアルバムにも、ファーストから、まあ、自分のねバンドを経てセカンドになって、さらに成長したアイビーの音色をこう彩りをね添えてくれてて、本当になんかリズム隊としてね、心強いなと思ってます。そしてアクターはね今回、脈動に問うということで、気持ちを込めてね、そのなんかこう脈が速くなったり、逆に気持ちを落ち着かせて、ゆっくりになったりと、そういういろんな振り幅をこうより広げてアクターが歌ってくれたんじゃないかなと、はい、自分も、出来たてほやほやのアクターの声をつい最近聞きました。これを撮ってる今、はい、本当に、熱がこもってる作品になったんじゃないかなと、はい、思ってます。本当ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで一方、まあ、こちらねそのアクターの方は、9月に発売するので、ぜひね皆さん、手に取っていただけたらなと思います。そして、8月に発売する方がいつ手まりですね、はい、旋律静かな願いとの方になります、はい、今回の素敵な歌詞を手まりさんも本当にありがとうございます。非常に楽しみながら充実感の中で書かせていただきました。もう頭が上がらないです
近思うというか、あんまりこういうところでね、こう今発表したばっかなんでね、こう詳しい内容ね、どうこうなんか歌詞がここはこうでこうでっていうのはこう説明するっていうよりかは、今とにかくこれが発売するっていうことが発表されてね、はい、今本当に素晴らしい作品が出来上がってるんだっていうことをこれもホットにお伝えできたらいいなって、うん、そうですね、はい、うん、思ってるんで、はい、なんかデマリさんも楽しみにしといてくれぐらいのコメントをじゃあ最後に言ってもらってもいいですか。いやでも、まあそうですね、もうここまで、ね、3人でこう話しながら、はい、その熱量は、その自分たちの作品に対する熱量というのは伝わってるんじゃないかなと思いますけれども、前作以上にパワーアップしつつ、まあそれぞれお互いの活動の中でメンバー同士の中のタイム感であったりとか、音楽的なことももちろん心の部分でもライブを重ねて深まった絆の上で出来上がった音楽っていうものがどん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 こう厚みを増していって、音源そしてライブに現れていってるんじゃないかなと思うので、どん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 加速していく我々の何て言うんですか、表現というか、はい、作品ライブそういうものを楽しみにしていただければと思います。今作も力作です。はい、ありがとうございます。ということで、スワンプロジェクト with 手まりの方ですね、8月22日渋谷の X でワンマンがあります。そして with アクターの方ですね、まあ、8月翌日8月23日、こちらも渋谷 X で真夏の夜の夢というタイトルで 2days ワンマンやります。この2 days は、自分の中でも企画ものというか、ちょっとしたね、こう夏の面白い楽しみ方がみんなでできたらいいなと思ってるので、ぜひとも足を運んでいただけたらなと、はい、はい、思っております。なんて感じでね、はい、何が起こるんですかね、何が起こるんですかね。俺はね、アクタにまだ何も言ってない。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。何も言ってないです。あ、なんかあるんですか。なんかあります。なんかやります。あの皆さん以上に本人がドキドキして待つ。あ、楽しいですね。まあ、ぜひ一緒に楽しみたいなと思う、はい、はい、皆さんも楽しみにしてください。またお会いしましょう。ソンプロジェクトでした。